こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書とんかつのあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。今回の小説とんかつは、厳しい境遇に置かれた15歳の少年のお話、そしてその少年を見守る母親も辛い思いをしている、人生何が起こるかわからない、突然不幸がやってくることだってある、だからといってそこで人生が終わるわけではない、自分たちがやるべきことをやっていかなければならない、人生にはそんな辛い面もある、でも一方でこの人生は辛いことだけではない。今回のタイトルにもなっているとんかつ、今回のお話の中で2回出てきます。厳しい境遇の中で、辛い思いをしている中で、とんかつを食べる。とんかつは人と人とのつながりを表すもの、ほっこりするもの、人生にもいいことあるよって教えてくれるもの。今回のお話はそういったお話です。最後まで聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。3月の下旬に福井県のある和風の宿に珍しい客が2人やってきた。その宿の女主人、おかみさんが出てみると、そこには40歳ぐらいの女性1人しか立っていなかった。連れの姿は見えない。その時この女性の息子は15歳で中学を卒業したばかりだったんだけど、まだね、子供だから照れているの。ちょっと引っ込み思案で、はにかみ屋さんだから照れて最初は出てこなかった。そしてこの母親と息子、親子はちょっと奇妙なところがある。宿のおかみさんはなぜこの2人がここにやってきたのかがわからない。この2人は北の外れ、青森県の田舎村からはるばるとこの福井県までやってきた。今はもう3月の下旬だけど、北国はまだ寒いんだろうね。この2人、重そうな冬外套とか厚ぼったい防寒コートを着ていた。まあこの宿のあるあたりには綺麗な景色が広がっていて、観光客も来るんだけど、この親子がただの物見遊山、綺麗な景色を見物して楽しみに来たとは思えない。何かこの場所に楽しいことをしにやってきたっていう感じがしない。この宿で働いている女中が言っているんだけど、あの二人なんだか陰気で湿っぽい、妙に口数が少ない、こういうふうにおかみさんに言っている。だからね、おかみさん、この親子何しにここにやってきたのかなって。宿泊カードによると、この少年中学を卒業したばかりだから、卒業記念の観光旅行にやってきたのかな、それとも高校の準備をするためにここにやってきたのかな、こういうふうに考えてもみたんだけど、それだったらね、ちょっと楽しそうな感じ出てくるはずだよね。でもこの親子にはそういった雰囲気がない。でもね、一方ではこの宿に2泊3日するつもりらしい。ここの場所はね、そんな何日もかけて見回るほどたくさんの観光スポットがあるわけじゃないから、ここの場所で2泊3日もする人は珍しい。そういった意味でこの2人結構豪勢な旅行をしているな、こういうふうにおかみさんが思ったんだけど、一方でそんなにお金を持っているようにも見えない。この少年の母親、ひっつめ髪のほつれ毛を耳の後ろへかき上げた。つまりこの母親、髪の毛が絡まっていて、そんなね、自分の身なりを気にしたりおしゃれをする余裕なんかなさそう、生活が結構きつそうなんだね。で、宿泊カードの職業欄を見てみると、それぞれ主婦と今春中学卒業、こういうふうに書いているんだけど、こういう書き方をする人たちっていうのはあんまり旅慣れているとは言えない。旅慣れている人だったら職業欄のところにこんなに細かくは書かない。もっと大雑把に無職とか中学生、こういうふうに書いたら終わり。でもね、この母親はどうやら旅慣れていないから、職業欄っていうふうに書くところがあったらちゃんと真面目に書かなければならないと思って詳しく書いたんだろうね。そういういろんな事情が組み合わさって、この親子はなぜここにやってきたんだろう、なぜ2泊3日もするんだろう、こういうふうに宿のおかみさんは考えた。でね、この点女中も心配していて、
まさか厄介なお客さんじゃないでしょうね。こういうふうにおかみさんに言った。あの二人、宿に迷惑がかかるようなことをするんじゃないでしょうね。こういうふうに言ったわけ。この女中が何を心配しているかというと、親子心中。なんかあの親子全然楽しそうな感じじゃないし、ウキウキしてないからね。何か思い詰めてここで自殺するつもりでやってきたんじゃないか。こういうふうに女中が考えたわけ。確かにね、この宿の近くには綺麗な景色が広がっているんだけど、その綺麗な景色の中には断崖絶壁みたいなところとか海岸とかもあるからね。女中はそこであの二人が自殺するんじゃないか、親子心中をするんじゃないかと思って心配しだしたの。でね、おかみさんの方はそれをまともに聞いてたわけじゃないんだけど、次の日の朝にその親子を見たときぎくりとしたんだね。なぜならその親子、今から外に出かけるみたいなんだけど、嫌に身軽なの。母親は手ぶらで、息子の方はしぼんだボストンバッグを一つだけ手に下げている。だからね、おかみさんの中で昨日の女中の話が頭の中によみがえってきた。この二人、今から自殺に行くんじゃないか。だからすごい身軽な格好で今から出かけようとしているんじゃないか。こういうふうに思ったわけ。だからね、本当は客に向かって余計な詮索をしないことは習わしなんだけど、いろいろと聞いてはいけないっていうしきたりがあるんだけど、どちらまで出かけるんですか?と聞かざるを得なかった。この二人の行き場所を確認して自分を安心させたいっていう気持ちが出てきたわけ。でもね、その母親の方は行き先こそ言わないものの、別段動じる様子もなく、日暮れまでには戻ります、こう言って出かけていったので、その後その親子は確かに日暮れ前までには戻ってきた。でもその帰ってきた親子を見た瞬間に、宿のおかみさんはあっと驚きの声を漏らしてしまった。その理由は息子の方にあった。息子の短く伸ばしていた髪の毛は全て剃られていて、お坊さんみたいな頭になっていた。でね、驚いているおかみさんに母親の方は仕方なさそうな笑みを浮かべて、頭が寒くなっちゃったからくしゃみを3回もしまして、こういうふうに言った。で、息子の方はニコリともせずに、その青くなった頭を緩く左右に振るだけ。でもね、その表情は仕方がない、こういった感じの表情だった。その時ね、おかみさんはふと宿泊カードのことを思い出した。あ、そういえばこの二人、青森県のお寺からやってきたんだった。そしてここの場所にも曹洞宗という仏教の宗派の大本山、その宗派のたくさんの寺をまとめる寺がここにあることを思い出したので、春先になるとそこで修行するために若い雲水たちが集まってくる。雲水っていうのは修行のために各地を巡り歩くお坊さんのことで、今は3月下旬、まさに春先で、そういった雲水たちが集まってくる時期なんだけど、この宿のおかみはこの少年がまさか雲水になるとは思ってもみなかった。それはここの大本山での修行が旬烈を極めると聞いていたから。ここの大本山での修行はとても厳しくて、とてもこの幼い少年が耐えられるとは想像できなかったから。だからね、まさかこの親子がそのためにここの場所に来たとは思いもよらなかったの。だからね、おかみは母親に向かって、それじゃあこちらがお坊さんに、こういうふうに聞いた。すると母親は明日から自分の息子が大本山に入門することをおかみに告げた。そのことを目をしばたたきながら答えた。この母親もこれから自分の息子を待ち受ける厳しい運命、厳しい修行のことを想像して辛い気持ちになっている。自分のまだ幼くひ弱な息子がこれから厳しい修行をすることを想像すると辛い気持ちになって涙が出てくる。だから目をしばたたきながらこのことを言った。だってね、この少年、この宿に来た時も照れて恥ずかしがって、おかみの前に姿を見せることすら嫌がってたぐらい、そんな可憐な、かわいそうなほど可愛い幼い少年が、本当に大本山の修行に耐えられるのだろうか、こういうふうにおかみは思いながら、ハラハラして母親に言った。でも、お母さんとしては何かと心配でしょうね。こういうふうに言うと、その母親は珍しく力んだ口調で、
息子と自分に言い聞かせるようにこう答えた。何？こう見えても真の強い子ですから。なんとかこらえてくれるでしょう。乗り切ってくれるでしょう。父親も見守ってます。こういうふうに答えたわけ。この父親も見守っている、このセリフから、この少年の父親は今はこの世にいないっていうことがわかる。だからね、きっとどうすることもできない事情があったんだろうね。息子はまだ15歳だけど、どうしても今修行を始めなければならない理由があったに違いない。だから母親は力んだ口調で息子と自分に言い聞かせるように、自分が持っている強い不安を打ち消すように、何？この子は真の強い子ですから大丈夫です。こういうふうに答えたんだろうね。でね、その後でその息子がお風呂に入っている間に、宿のおかみさんとその母親が話す機会があった。その時に母親はこのことを話してくれた。実は一昨年、自分の夫、つまりあの少年の父親が交通事故で亡くなってしまった。で、少年の父親はお寺の住職だったから、そのお寺を取り仕切る人だったから、そのお寺から住職がいなくなっちゃった。一応ね、今お風呂に入っている息子が、そのお寺の後継ぎになることは決まっていたんだけど、まだ中学生だし、後を継ぐのはまだまだ先のことって考えてた。まずはこの息子を高校とか大学まで進まして、しっかり成長した後に、修行を開始するなりなんなりして、お寺の後を継げばいい。そういうふうに周りの人も考えていたんだけど、そんなに長い時間住職が不在になるわけにはいかない。今はね、なんとか町にある同じ宗派のお寺から助けを借りてやっていってるけど、そのやり方だとお金がたくさんかかっちゃうし、ずっとこのお寺に住職がいない状態が続くわけにはいかない。だから一刻も早くこの息子にこのお寺の住職になってもらわなければならない。このお寺を取り仕切れるようになってもらわなければならない。こういうことになったわけ。だから青森県から福井県まで来て大本山で修行することになった。その期間はおよそ5年。15歳の時に修行を始めて、およそ20歳までの間ずっと修行していないとダメ。でね、この修行は厳しいものだから、最初の間は親である母親も面会することができない。まあでもね、その母親はおかみにこう言った。5年間の修行の間は面会をするつもりはない。もし面会して息子に里心がつくといけないから、お母さんのこととか故郷のことを思い出して帰りたくなったら困るから5年間の間私は会わないつもりです。こういうふうにおかみに言ったわけ。それを聞いてね、おかみ、仕方ないな、こういうふうに思った。でもね、せめて自分ができることをしようと思った。この母親の息子さんは、明日から大本山に入って修行する。そういう意味で今晩が、ひとまず俗世間、シャバにいられる最後の時。少なくとも修行中は好きなものを食べたり、遊んだりすることはできない。だからおかみはこう言った。お夕食はうんとごちそうしましょう。ね、今晩が好きなものが食べれる、ひとまず最後の時だから。明日以降、長い間好きなものを食べることはできないから、今日は何かご馳走しましょう。何がいいですか？こういうふうに母親に聞いたわけ。すると母親は、それでは、とんかつにしていただけますか？こういうふうに言ったわけ。この答えを聞いて、おかみは拍子抜けした。え、とんかつ？そんなものでよろしいんですか？宿のおかみとしてみたら、もっと高級なものとか、もっと手の込んだ料理をリクエストされることを期待していたのに、とんかつみたいな簡単に作れる料理でいいんですか？こういうふうに母親に聞いたの。するとね、母親は、はい、あの子は昔からどういうわけか、とんかつが大好物でして、こういうふうにはにかむように笑いながら答えた。この親子は二人ともはにかみやテレショーなんだね。だからこれを聞いておかみは、とんかつは簡単な料理なんだけど、できる限り腕を振るって最高のとんかつを作ろうとした。これまでで一番分厚いとんかつをじっくり揚げて、そしてその親子に夕食として出した。でね、しばらくすると女中がおかみさんにこう教えてくれた。お二人はしんみり食べてますよって。
今日この食事が終わったら長い別れになる。それが辛い。別れたくないから胸いっぱいになっている。で、女中が覗いた時、お母さんの皿はもう空っぽで、お子さんの方はまだ食べていたって。これどういうことかわかる？お母さんは自分のとんかつを息子にあげたんだね。で、お母さんは自分の子供がせっせと食べているのを黙って見ていた。これがひとまず息子が大好物なとんかつを食べるのを見る最後の機会。ここからあと何年間もその姿を見ることができない。そう思って黙ってお母さん、息子を見ていたんだね。でね、こうして宿のおかみさんと母親と息子は別れた。そしてそのことがあってから1年近く経った後、翌年の2月にひょっこりと母親だけがこの宿にまた現れた。あの時はね、母親、修行が終わるまで面会はしない、こういうふうに言ってたけど、やっぱり子供のことが心配で、子供が恋しくなって面会に来たのかな、こういうふうに宿のおかみさんは思ったんだけど、そうではなかった。面会ではなく、見舞いに来ただけだ。こういうふうにその母親は言ったの。話を聞くと、修行中の息子が、屋根から雪と一緒に転落して、右足を骨折したらしい。それで見舞いに来ただけだ。こういうふうに母親は言った。つまり見舞いといえば、怪我人を慰める儀礼的なもの。だからね、その母親は、これは見舞いなんです。面会ではありません。息子のことが恋しくて見に来たわけではありません。こういうふうに言い訳したんだね。まあでも本当はこのお母さん、自分の息子に会いたくて会いたくてしょうがないのよ。でね、このお母さんもこの1年苦労したんだろうね。小瓶に白いものが目立つようになっていた。息子のことを心配しながら、女で一つで寺を守ってきた。そうしてたくさん苦労したから白髪が目立つようになっていた。でね、その息子からもらった手紙の中に、入院している病院ではなくて去年泊まった宿で待っているようにこういうふうに言われたからこの宿に来たんです。こういうふうに宿のおかみさんに言った。で、待ち合わせの時間は今日夕方の6時で、これを聞いたおかみさんはすぐに夕食のことを考えた。もちろんあの少年がとんかつが好きだってことは覚えているんだけど、でも今は修行中の身、お肉とかを自由に食べていいかはわからない。だから母親にこう聞いた。去年とは違いますから何をお出しすればいいですか？こう言われて母親も考えた。さあ修行中の身ですからな。もちろんね、母親としてもとんかつを食べさせてあげたいんだけど、今は息子は修行中の身、とんかつを食べるのは良くないかもしれない。だから迷ったんだけど、けれどもやっぱし、こういうふうに答えたの。このやっぱし、点点点のところは大好物のとんかつを出してあげてください。こういう意味が込められているんだね。その言葉を聞いておかみさんもすぐ了解した。わかりました。お任せください。こういうふうに言って、すぐとんかつの準備を始めた。で、夕方6時きっかりに、あの時の少年が宿の玄関に現れた。その姿を見て宿のおかみさんはびっくりした。まだあの時から1年も経っていないのに、もうすっかり大人っぽくなっていた。あの時はね、照れて人前で喋ることなんてできなかったのに、この1年足らずの修行で肉体的にも精神的にも少年は成長していた。顔つきとか態度とかが引き締まってしっかりしている。凛とした、そう、お坊さんになっていた。でね、声も大人びた太い声だった。声も修行で鍛えたんだろうね。寝れた太い声でおかみさんにこう言った。お久しぶりです。その説はお世話になりました。これちょっと変わりすぎだよね。おかみさんにしっかりとした挨拶をした。でもね、その時に調理場の方から漂ってくる自分の好物のとんかつの匂いに気づいた。それでね、その少年は目を和ました。和やかで穏やかな目つきになって、こちらを見た。つまり宿のおかみさんの方を見た。やっぱりこの少年は昔のまま変わっていないところがある。やっぱりとんかつが大好物。おかみさんはね、こう言った。よろしかったでしょうか。ね、今は修行中の身。そういうことを無視してとんかつなんか作っちゃってよかったですか？こういうふうに少年に聞いたの。すると彼は無言で合掌した。宿のおかみさんに感謝の気持ちを表した。
おかみさんが自分のためにとんかつを用意してくれたこと、そして自分が修行中の身であるっていうことを気遣ってくれていること、そういったことを全部含めて感謝の気持ちをおかみさんに伝えた。つまりここでとんかつっていうのが人々の気持ちをつなぐ、心がこもったもの、母親とかおかみさんとかの思いやりの気持ち、その象徴としてこのとんかつが描かれている。とんかつはこの物語の中で門出の時、再会の時、そういった人生の節目を記念するもの、祝う食べ物としての役割を果たして、ヒロクは厳しい人生、過酷な運命にそっと寄り添ってくれるもの。この人生はいろいろと大変なことがあるけど、それでもいいことがある、とんかつもある、こういうふうにユーモアを持って語っているものなんだね。そして少年は怪我をしている右足を少し引きずりながら2階で待つ母親の元へゆっくりと登っていった。こうやって今回のお話は終わっています。どうですか、今回のお話面白かったですか？とんかつを使ってこんな人生のいろんなものを表現することができたんだね。もう一回この話を読んで自分の人生について考えてみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。